はい、というわけで翼チャンネルの新田翼です。よろしくお願いいたします。先週というかこの前の日曜日、はい、宝塚記念ありましたけども、はい、まあ、久々の G1 というかでしたけど、どうでした？リベンジですね。そうですね、今結構しんどい状態だもんね。そうです、まあ今回ね、はい、まあ、一番人気クロノジェネシス、はい、で、まあ、これに追うようにレイパパレという無敗の馬がいたんです。うんうん、これレイパパレっていうのは去年もしこの馬が秋華賞に出てきたらデアリングタクトの三冠を阻止したんじゃないかって言われてる馬なんです。相当強いと。それが、はいはい、今年大阪入って G1 を勝って、はいはい、7000かな、7000全勝の状態で、すごいな。クロノジェネシスは2年去年も宝塚記念勝って、はいはい、まあ、言ってしまえばもうすごい。僕クロノジェネシスってもう2歳児から追っかけてるんですけど、はあはあ、クラシックではあと一歩届かなかったんですよ。うんうん、だけどほんと一気にめきめき力つけてきて、まあ、翼くんが知ってるところで言うとちょっとリス・グラシューみたいな感じ。はい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 、今までは本当2着3着多かったんだけど急に化けたんですよ。バコーンと、はあ、はあ、まあ、で、まあ、人気がクロノジェネシスで、はい、レイ・パパレで、僕はもうやっぱクロノジェネシスがもう1枚上だろうって考えてた、うん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 、であとそれに追ってカレン・ブーケドールっていうね前線マンがいるんですけど、はい、G1 も2着、 G1 でも2着するけど G3 でも2着みたいな、はい、まあ、そういう馬がいるんですよね、はいはいはい、まあ、その馬の2頭をまあちょっと2着3着付けに回して、はい、まあ、できたらこの2頭が3着に回って2着にちょっといいの入ってこないかなっていうのを狙ったのがまさにズボンハマって、ほう、まあ、ちょっと、はい、ゲットできました。お勝ちしました。はいはい、まあ、ちょっと最後ね、はい、春の締めくくりの G1 を取れて、うんうん、まあ、ちょっと今までのモヤモヤを若干拭えたかなっていう。あ、じゃあまだ全部解除したってことない。はいはいはい、いやもうちょっとね伸ばした額がでかいですね。じゃあこれから秋にしっかりと期待していかなきゃいけないと。はいはいはい。で、まあ、今日馬娘でしょ。そうです。ちなみにね、もう先にちなみに言っちゃうんだけど、はいはい、東海帝王の最後の産駒が今年デビューします。はいはい、ほう、まあ、GRA じゃないんですけど、はい、地方の競馬なんですけど、もう最後の3クラスがなんか競争試験パスして、はあ、競争馬として登録されるっていうのニュースがなんかさネットで見ましたけどね。最後なのか、はい、なるほど。おー、ちょっと期待大ですね。地方からってどうなんだろう。そうなんでね、まあ、まあまあまあ走れればいいんじゃないですか。あ、まあ、ただ東海帝王の最後の子供だけでちょそこそこに、まあ、確かに最後のね名前もわかりませんが、はいはい、期待しつつ、はいはい、そうです、馬娘です、うんうん、キャッチコピーから出るし、はいはい、はい、どうなんだろうな。期待はノーサンキューな、シニカルガール。シニカルガールまあこの僕はシニカルの意味も分かりませんけど、はい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 、まあ一応パッと思いつきますか。いや何も思いつかないはい、まあ多分この馬のキャッチコピーに入れたこの期待はノーサンキューっていうのが、うんうん、まあ、核となるんじゃないかなと思うんですが、うんうん、ナイスネイチャー、はいはいはい、はいはい、こちらの馬でございます、うんうん、でまあこの馬自身がですね、まあ、僕も今回のストーリーもしたんですけども、うんうん、一番最初に模擬レースを、まあ、やるんですね、うん、これは馬娘の話なんですけども、うん、まずまあナミール競合の中でやってみて、うん、まあ、騎士アマゾンですとかウィリングチケットとかもやってみて、うん、まあ、この中で走って3着、うんうん、で次にちょっと1個下のマーベラサンディやマラトップガンたちと走ってみて、うんうんうん、また3着、うん、でもこの段階でなかなか面白い状態になるんですけども、うんうん、まあ、本人曰くなんか惜しい馬娘っていう事象で始まるんです、はい、なんでまあこの馬娘をどうやっていくかなっていうとこなんですけども、東海帝王が同期にいるんですね、はいはいはい、さっきまさに言いましたけども、うんうんうん、この東海帝王がこのナイスネイチャーにとっては大きな壁となるんですよ、うんうん、でまあなんとかこいつに勝ちたいっていうところから始まっていくんですけども、うん、なんか一番最初にこれ読み方合ってるのかな、若駒ステークス、あー合ってます合ってます、はい、はい、に走って、うん、まあただここに東海帝王がぶつかってくるんですね。そうですそうです、これは本当同じですよ、はい、あ、リアル競馬だ、そうそうそうです。でまあこの場合なんですけど、うん、僕のだとまあその勝ち負けってこれストーリーで変わってくるあれなんですが、うん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 、勝ったんですよ僕は、うん、ただその勝ったのにもかかわらずナイスネイチャーの方がもう私はこれで勝ったと言えないみたいな、うんうん、どうせまぐれだって東海帝王に私なんか勝てるわけがないみたいなことですごいビューンっていくんですね、うんうん、だからトレーナーとしては絶対にもう1位を取れるだけのポテンシャルを持ってるのに、こんだけなるってことはこの子に足りないのは自信だと、うん、だからまあ今後自信をつけるためにどんどんレースを挑んでいこうって、うん、なんでまあなんですが能力的には全然三冠、うん、目指せる皐月賞とかダービーとか菊花賞いけるんですけども、ちょっとこの自信のなさはこの、ね、ナイスネイチャーにとってはちょっと良くない、はいはいはい、ということで小倉記念に、小倉記念ですね。これ突っ込みどころね。僕はもう完全にキャスターさんのあれで送りましたけどまあじゃあすいません、小倉記念で、まあこれは小倉記念目指していくんですけども、うん、この小倉記念で、まあ、九州ですかね、そうです、やってるん で、はい、でこの九州に遠征にまあ行くんですけども、うん、このナイスネイチャーっていうのが馬娘だと商店街でやたら人気がある馬なんですよ、うん、まあなんていうか地元の商店街でなんていうか距離が近いというか、うん、
なんか近所のお姉ちゃんみたいな感じがすごい、あんなエス姉ちゃんだと寄っていけないよみたいな雰囲気の馬であると。でまあ、それが九州の商店街でも同じように発揮されまして、うんうんうん、いろんな人からそのナイスネイチャー応援してるよと、うん、応援されて、あ、こういう声も私の力になってるなっていうこともまあ、行きますと。うんうんうん、で、まあ、小倉記念走りまして。小倉記念。小倉だ。もう、僕、小倉記念。おバカなのかと。完全にオディ行っちゃうから、ちょっと修正できない。まあ、でもこれ以上小倉記念出てこないと思うんですけど。多分このお話の一番面白いとこそこかもしれない。小倉、小倉と終わってしまったかもしれないですが、まあ、この小倉記念。やって、まあ、勝ったんだか負けたんだかいいんですけど、一歩ずつ私は進んでいるぞと。で、この段階で、今までその3冠避けてたんですけども、まあ、着実進んでるし、応援が力になってるってことで、ナイスネイチャーの方から、うん、東海帝王に勝ちたいとってなるんですね、うん、で東海帝王が次のレース何に出るかって言ったら菊花賞、うんうん、ただこの菊花賞ってもちろん三冠だからレベルも高いし、はいはいはい、ナイスネイチャー自体が中距離馬なんですかね、うんうんうん、だから私にとっても距離は長いし、うん、しかも東海帝王は相手だ、でも頑張るぞって言ったこの菊花賞を、うん、東海帝王が怪我で、うん、まあ出走を取り消すと、うんうんうん、だからまああのナイスネイチャーにしてみれば、もう散々東海帝王をずっと追いかけてきてたのに、うんうん、その背中がないと、はい、じゃあ私は何のために走ればいいんだって言いながらやるんですけども、まあ、だからその菊花賞も東海帝王が出てないことで、うんうん、これが実際どうかは分かりませんけども、うん、観客も東海帝王がいない菊花賞を見てどうすんだみたいな感じだったんですが、まあ悠然とナイスネイチャーが素晴らしい走りを見せて、もう手のひらぐるぐるひっくり返しながら、よくやったナイスネイチャー面白い戦いだったっていうことがあって、あ、東海帝王なんかいなくても私は私の走りができるんだと。で、まあ、この流れに乗って次、有馬記念目指しましょうと。はいはい、まあ、僕、長距離なんで目指すんだろうって感じなんですけど、うんうん、で、ここでも、その、トレーニング中に東海帝王にばったり会いまして、はい、その時に東海帝王はリハビリ中なんですよね。うん、まあ、これは馬娘の話なんですが、うん、それすごく前向きにポジティブに明るくやってる東海帝王を見て、やっぱりナイスネイチャーは私と持ってるものが違うやと。うん、東海帝王はもう主人公になるべくして生まれた馬なんだってなるんですが、うん、まあ、あの、前のトップガンのところ喋ってる時に、その裏には辛くて泣いてることがいっぱいあったよとか、うん、そんなこともあって、まあ、私とこの子も一緒の馬娘なんだ。じゃあ何が違うんだって、私は壁にぶつかった時に立ち直ることができない。うん、この子はできるんだ。もう同じ馬娘で頑張ればなんとかなるって言って有馬記念に出走しまして。はい、まあ、この時あのメジョライアンとかメジョマックイーンとかもいるから、その中でもまあ東海帝王以外にも強い馬っていっぱいいるんだよなって、視野ギュッと狭くなってからちょっと開けて、うん、でこの有馬記念を出走した後にもうすでに来年の有馬記念を目指し出すんですよ、うん、まあ、ただそれ言ったって、あのいきなり有馬記念、次有馬記念のためにずっと出走準備ってことはいかないんで、宝塚記念を目指して、で宝塚記念走った後にまあ今までずっと3着とかなんか言ってたんですけども、明確に1着になりたいっていうものを思いを乗せて、ナンバーワン、これどうなんですかね、天皇賞秋の出て、これがまああの本当かどうか分かんないですけども、うん、中距離 の、うん、まあ、あのナンバーワンを決める戦いだみたいなことを言ってるんですよ。まあそうですね、あ、まあ、今はもう春にあの大阪杯とかあるんだけど、はいはいはい、当時はないんで、まあ、2000m の G1 っていうと、まあ、そこしかないですね、コバでいうとね。あ、じゃあ一応その、うん、まあ、なんだダービーとかあるけど、だ 2000m っていうのは本当に前も話の中で出てるけど、はいはいはい、1600m が得意なマイラーも出てこれる距離なんですよ、ね、だから長距離馬じゃない、もう本当にその中距離としては面白いんですよ、 2000m って。だからスピードの馬も出てくるし、スタミナの馬も出てくる、もう、うん、玉石混合の状態でと。なるほど、まあだから合ってんだ、ナンバーワンかを目指すっていうことで、まあ天皇賞秋を出場して、うん、でもあと残すは有馬記念なんですけど、うん、なんかもうちょっと一着取っときたい、うん、みたいな感じで中日新聞杯、中日新聞杯、はい、に出走して、うん、まあここでしっかりと一着を取ってで、うん、まあ有馬記念臨みますと、うん、でまあ今まではもう自信がないとか、うん、あの私なんてってなってたけども、まあそこにはしっかりともう自信を持って東海帝王を倒して一着になるっていうのを公言しながら走って、うん、はいはい、まあストーリー的には見事勝ち進んで、うん、今までなんかあの3着でなんかあんまりパッとしないなってなる脇役だったナイスネイチャーが一着になって、はい、まあ、堂々とキラキラと主役になりまして、ハッピーエンドっていうお話なんですけども、うん、まあ、やたらとそのトレーナーと恋愛的な話があったとかって、うんうん、ギャルゲーっぽさはあったんですが、うん、では能力見ても、おそらく差し、で、まあ、これは中距離と長距離もすごいいい判定になってるんですけど、はいはい、ストーリーから見ると中距離専用というか、うん、めちゃめちゃ中距離に合った馬なんじゃないかなとは思うんです。あと、まあ、このスキレにも、レースの終盤で3番手で負けそうだと、うん、あの、闘志に火がつきになるって。レアだな。すごい、もうだから、なかなか発動しない。ないんですよ。もう見ることが少ないんですけど、まあ、だからもう、ストーリー見てても、スキレ見ててもですけども、はいはい、やたら3着。で、やっぱあれだよね、あの、この馬娘ってリアルに忠実で、はいはい、なんか勝ちきれない馬は本当にゲームでも勝ちきれないと。ことなんじゃないかなと。もうだから、聞いてもないですけど、うん、まあ、こんだけ3着、3着、3着言ってるんなら、うん、
でなんか惜しいとか、うん、っていうのを聞くともうリアル競走馬としても、うん、ポテンシャルあったとしても、はいはいはい、今おっしゃってましたけど、うん、勝ちきれないというか、はいはいはい、その馬じゃないかなという予測はしてきてるんですが、うんうんうん、まあ実際のリアル、うん、ナイスネイチャー、うん、果たしていかがなものかと、はいはいはい、これね、まあ、ナイスネイチャーって名前が、はい、まあ本当メジャーというか、はいはい、なったのは、まあ、本当晩年なんですよ。もう、まあ、まあ言っちゃえばね、まあ、何かというと、まずデビューした頃なんて名もない馬ですよ。名もない馬。全然注目されてない。さっきあの話に出た若駒ステークス。はいはいはい。まあ、これもたまたま一つ勝って、新馬戦を勝って、はい、まあ出たってだけであって、まあこの時に東海帝王のライバルかって言ったら全然ライバルじゃないです。ああ、もうその他の馬の一人。はい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 。でも本当この頃って東海帝王一強だったんですよね。最初から。はい。なんで、まあ全然その、うん。どうだっていうのはもう全くないですよ、はいはい、でまあその若駒ステークスも3着だったんですけどこれも3着なんだ、はい、でまあこの段階で、はい、まあ言っちゃえばナイスネイチャーはもう春を諦めるんです。あもう、はあはあ、あのうう賞金的に春の、まあ、皐月賞ダービーは厳しいと。あ、賞金まあこれねちょっと骨折して分かんないですよ、故障したか分かんないですけど、まあでもまあ実際まあそうなんで、うんうんうん、まあ休養に入るんですね、はいはいはい、でまあ東海帝王はその間に皐月賞とダービーを取ると、うんうん、はいはい。で、まあ、そこで、まあ、東海でも骨折しちゃうんですけど、はい、まあ、ナイスネイチャーは夏に復帰してくるんですよ。はははね、普通は、春活躍した馬の夏を休んで秋に復帰するんだけど、うんうんうん、夏に復帰しとかないと、秋のレースがまた賞金が足りないんで、はいはい、だから夏に一稼ぎしたろうっていう感じで復帰してくる。はい、で、まず条件戦、まあ、一勝しかしてない馬なんで、はいはいはい、最初の条件戦を勝ちますと。うん、で、2戦目、また条件戦なんですけど、それも勝ちます。おうおう。ほんで、今度3戦目ですね。はい、これがさっきの小倉記念。小倉ですね。すいません。はい。これね、当時、まあ今で言う3歳。はい。ね、当時の4歳。が、うん、まあ、コバと混ざる。混ざるんだ。G3 なんですよ。はい。まあやっぱ若干不利なところあるんですけど、はい、これもきっちり勝つんです。あ、これはしっかり勝つな。はい。そこで今度もう有役ですかね。もう、菊花賞のトライアルに挑むわけですよ。で、はいはい、京都新聞杯。はい。これも勝つんです。だから復帰4連勝するんですよ。でもしっかりといいレースですもんね。そうそうそう、はいはいはい、ほんでもう菊花賞ですね、はい、これ2番人気に押されるんですよね。でなぜかというと東海とかいないんですよ、はい、あーそうかそうかそうそうそう。でこれ1番人気はこれ僕の大好きだった馬なんですけど、伊吹舞神楽っていう馬です、ね、うわ全然わかんない。そうです、はい、もう杉本さんの伊吹だ伊吹だっていう声が僕頭から離れないはい。それぐらい追い込み馬だったんですけど追い込み馬、はいはい、そうそう栗毛の追い込み馬でね、はい、なんとなく名前もかっこいいな。伊吹舞神楽、伊吹舞クラバーすごい。舞神楽、舞神楽ってかっこいい。2番人気がナイスネイチャー、はい、すごいですよね。だったんですけど、はい、これ勝つのはレオダーバンっていう。誰だよ。まあ、ほんとちょっと伏兵かな。若干伏兵。いや、なっちゃう。で、まあこのレオダーバンも、まあその後故障とかして、もうほんと1戦か2戦ぐらいしかしないで引退しちゃうんですけど。ああ、菊花賞が最後の花で。で、まあナイスネイチャーちょっと3000メートルは。ないなと。っていう感じですよね。はい。だから、まあここまでで言うともう夏の上がり馬。はいはいはい。うん。だからもう秋、これからも楽しみだな。っていう感じの馬なんですよ。はい。で、まあその後に、ナルオ記念っていうレース。ナルオ記念、はいはい、これ今はねもう宝塚記念のちょっと前ぐらいに 2000m で行われてるんだけど、うん、当時は秋冬場ですかね、はい、まあ、に 2500m、はい、で目黒記念と同じ 2500m で、まあ、東西であったみたいな感じのハンデ重賞なんですね。 G2 ハンデでこれも勝つんです。だからやっぱり菊花賞負けたけど、やっぱあの4連勝本物だから、はいはいはい、で有馬記念向かうわけですね、はいはい、でこれがまあ3着ですよ。これが3着、ありわけね、3着になりました、はいはいはい、これだから本当にもう上出来ですよ、うん、秋からあの夏からかでこの有馬記念は勝ったのは大優作のあのレース。そうですねこれはメジロマックイ2着メジロマックイ3着ナイスネイチャーですか、はあ、そこで出てきてここがもう大優作はいはい、はい、大優作だから本当にここまではもう全然なんつうのかな、夏の上がり馬からこれはまあコバが楽しみだと、ね、開けてまあグーンと登ってくるんじゃないかと。そうそうそう、でまず、はい、でまずまあ、有馬記念から間髪入れずに日経新春杯っていうレース。はあ、まあ、これは一番人気にもちろん実績的に押されるんですけど、うん、これ負けます。これ2着。ただ2着ですよ。3じゃない。はい。で、次、まあ、やっぱ天皇賞を目指すのか、はいはいはい、まあ、阪神大賞典っていう3000メートルのレースがあるんですけども、はいはい、まあ、これも3着ですね。はあ、はい。で、この時に、はい、まあ、どうなるな、やっぱり、ちょっと距離は長いと感じたんですかね、うんうん、この後に大阪杯、今は G1 なんですけど、はい、当時は G2 なんです、大阪杯すごいんだ、はい、これ2着お
だから結局有馬記念から3着2着3着2着ですね、はい、強い、はい、これでねまた故障するんですよ。あ確かで秋に復帰してきますで秋は天皇賞だからさっき言った、はい、目指すんですけど、はい、まあ、これの復帰初戦がまあ、2着か3着ですよ。勝てない、はいはい、で天皇賞これ惨敗します。惨敗、はい、これね勝ったのがヤマニンゼファー。ヤマニンゼファー、はい、これねヤマニンゼファー2着席定量。僕この時ねパチンコ屋のテレビモニターで見てます。こういう状態っていう、まあ、ね、なんとなく覚えてるんですけどね、はい、でまあ王道ですね、ジャパン、まあ、天皇賞ジャパンカップ、はい、有馬記念と、はい、でジャパンカップはもう本当にもう人気全くなかったですよ。もうダメだ、十何番人気とかもうそんなにですか、そんなに、ジャパンカップはね、はあ、うん、で惨敗です。まあ惨敗って言ってもまあでもあれかな、そんな大きく負けたわけじゃないかもしれないですけど、まあ、一応、まあ、セッタというか、はいはいはい、団子の中のその順位みたいな、多分そんなだと、はい、でまた2年連続で有馬記念、この時にだから今でいう4歳、はい、当時の5歳ですね、うんうん、これ3着でこれまたね2桁人気ですよ、十何番人気。あ、そうなんだ。そうそうそう、じゃあもうこの段階であんまり期待されてないで勝ったのがこれ東海帝王。ここで東海帝王が復帰した1年越しに出てきたレースです。はい、これが田原聖騎士が乗った東海帝王の時の3着、2着が琵琶早秀で、はい、もう3着だからもう波いるで、言っちゃえばこれ天皇賞を勝ったさっき山にゼファ出てないな、天皇賞2着の関帝竜王とか、はいはい、まあまあウイニングチケットも出てます。はいはいはい、はい、その中で3着ですからね。まあすごいはすごい、そうそうそう、大しちゃいますよ、なんならそうそう、だからそれで2年連続3着と、うん、やっぱりやるなと、まあ、ちょっと調子崩しましたけど、ね、はい、でまた年明けですね、はい、年明け負けます。でまた、天皇賞を目指すんですけど、また2着とか3着とかそんなことやって、で天皇賞に出るんですけど、これ初めて今回天皇賞出るんですよね。はいはい、はい、でこれもうね、4着とか5着とかそんなじゃないですか。あー、微妙になってきましたね、はい、で宝塚記念に出ます、はい、またこれもね掲示板ぐらいですよ、はい、なんかもうだんだんと知りそう。まあこの時の天皇賞宝塚って勝手の琵琶早秀ですね。あーでも最強すぎてる、うん、はいはいはい、まあちょっと強すぎるっていうのもありますよね、はい、でまたな今度で夏です、はい、休養次第ですね。あ、もうどんどんで、さっき、中日新聞杯でしたでしょ。はい、はい、でも実際中日新聞杯出てないですよ。なん出てないの。高松宮杯、高松宮、これ、はい、今は高松宮記念として 1200m の G1 なんですけど、うんうん、当時は夏に 2000m で行われるスーパー G2 ってあったんですね。高松宮杯、はいはい、これはなぜかというと、まあ、ハンデとかもないんで、まあ、要するに G1 レベルの馬が出てくる G2 だ。へー、はい、これ中京競馬場で行われるんですけど、まあ、これを勝つんですよ。ああ、じゃあ2000、はい、だからもう相当久しぶり、夏、まあ、3歳、ね、夏の上がり馬と言われた時以来の勝利です。もう1年半ぐらい経ってるじゃないですか。めちゃめちゃ経ってる。はい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 、でこれで久しぶりに勝利を得ると、はい、でまた王道に行きますよね、はい、まあ、ステップの前に長官、これ負けます、はい、で天皇賞、はい、まあ、ここも負けます。はい、でジャパンカップ、まあ、もちろん負けます、はい、負け続けてんな。で有馬記念、はい、5着3でもない。3年連続ではない5着。いやー、3年連続3って。でも有馬記念はこれで3年連続掲示板ですよね。まあっていうことですね。だからしっかりやっぱ、はいはいはい、長距離も走る。これが今で言う、まあ、から当時の5、6歳はいになるのかな、うん、から今で言う5歳、はいはいはい、また翌年行きます。おお、長いこと走ってますね。はい、だってトータル40歳以上走ってるからね。すごい、めっちゃ走ってる。まだまあまあ2着とかかな。まあ、ここら辺でね、まだ休養するんですよ。はい、故障だと思う。あ、これは普通に故障だ。うん、はい、まあ、なんか理由はちょっとよく覚えてない。で秋に復帰してきて、はい、負けますと。はいはいはい、で今度はね天皇賞パスしてジャパンカップ行くのかな。あーはーはー、うん、で有馬記念ですよ。有馬記念。うん、これね。9着。うわぁ、その、徐々に下がっていく、ね。9着。これ勝ったの前のトップが。はぁ、あ、はぁはぁ、あ。はい、あ、ちょっと世代抜かれていくんだなぁ。うん。まあそんな感じでね、まあ結局。うん。そうですね、だから。じゃあ思ったよりなんかその、勝ったレースってほんと少ない。うんうん。うんうん、そうですね。あ、僕ね、多分1個抜いたの。3年連続3着ですよね、あれは。確か。あ、そうなんですか。そうそう。1個抜いた。3年連続3着です。じゃあ、その、その次が5着です。ちょっと1個僕、どっか抜けた。アニメ銀次は3着、3年連続3着やりきったんですか。そうですね、最初がだから大優作が勝った、はい、有馬記念、はい、これが3着と、はいはい、で次がメジロパーマが逃げ切った有馬記念があるんですけど、これの3着ですね、はい、これ確か一番人気って来昭和とか、あ、東海帝王が出てた年だ。東海帝王が勝つ前年の有馬記念ですね。
はい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 、はい、東海帝王は有馬から有馬をやったんで、有馬1年級の有馬で、そうそうそう、はいはいはい、それで勝ってるんです。なるほど、はいはいはい、この時東海帝王が負けてるんです。メジロパーマに負けてる、勝ったのがメジロパーマ、はいはいはい、逃げ切りもう穴ですよ。でこれが3着と、はい、で次が、なん東海帝王が勝つ有馬の3着。そうそう。だから僕1個ちょっと抜いちゃったんですけど。メジロパーマンのとこ抜いちゃったんです薄かったのかな、印象が。そうそうそう。はいはいはい。じゃあ3年目が3着で、4年目が5着。5着。うわー。最後の年は結構負けます。さっき9着。まあもう、そう、力とか落ちてますからね。まあもうだって、言うても晩年になってきてるわけですもんね。だからね、まあ最終本当にイメージ的に言うと、前線万なんですね。はぁ。で、まあ、じり足とよく言われたんです。はぁ。最後、じりじりとしか伸びない。このギャンがない。すっじゅわー。じりじりじり。後ろから伸びてきて掲示板に顔を出すとか、まあ、ちょっとこういうイメージがやたら定着してるんですけど、はいはい、実はこの夏の4連勝した時って鬼足とか豪脚とか言われてたんですよ全然違うだから小判になった瞬間に変わっちゃったんですよね、何かがね。だからといって別にね有馬とか3着してるんで、うんうん、力が落ちたとかじゃないんですけど、何なんですかね、走り方が。まあでも何か変わったよね。まあそう、ちょっとだから、うん、やっぱそのね、なんかこの競馬界って不思議と前線万で人気出るんですよ。はい、ああ、そんなもんなんだ。で、はいはい、これね、最初に東海帝王の世代って言ったじゃないですか。はい、これ東海帝王が皐月賞1冠目勝った時の2着馬って社交グレードっていう馬だったんですけど、うん、僕この馬大好きだったんですよ。はいはい、皐月賞2着で賞金を加算してオープン馬になってるんですけど、はい、勝ったのは1回しかないですよ、デビュー戦の。ほう。だけど重賞でちょいちょい2着するんで、賞金加算されるんで常にオープン馬なんですけど、はいはい、だからよく最強の一勝馬って言われてたんですよ。最強の一勝馬。で、この馬も、まあ、負け続け、1回勝つ。その時めちゃくちゃ盛り上がりましたからね。ああ、やっぱこういうのが、だからまあ、要するにホワイトストーンとか、うん、もっとレアに言うと、ロイス&ロイスって馬がいました。それからペルーサとか。はい、まあ本当に前線番ってね、うん、まあだから有名なところで言うとステイゴールド、あ、まあ、最終この馬は海外に行って目覚めますけど、本当に2着が多かったんですよ、 G1 の。だそういう馬ってなんか不思議とね愛着があるというか、頑張れってなるんです。そうです。だから頭にはできないけど馬券の軸にできるんですよね。2着3着に来たら人気もで、どんなに3着とか来ても人気があまり上がらないんで、はいはいはい、美味しいんですよ、馬券的に。そういう馬ってすごくいるんですよ。はいはい、あ、そういう意味では人気みたいな。うん、そういうことで、はい、あとなんかナイスネイチャーってなんかよくわかんない名前と。で、僕最初これナイス姉ちゃんって思いましたからね。あ、ナイスは姉ちゃん。そうそう、牝馬と思ってましたよ、最初ね。しかもボマなんですか。そう。結構そういう勘違いもあると。あー、うん。だからまあ、そういう愛着ですよね。っていう馬だ。うん、はい。あんだけいろいろ有馬記念3着、ね、3年連続3着するけど、普通の重賞レースも勝てない。っていう、なんとかよくわかんない馬というかね、気分屋なのかもしれないし、はい、ちょっとよくわからない馬だけど、まあまあ本当にやっぱ人気があったで、現状まだ生きてるでしょ。いやだって33歳とかですかね、記録更新中なんだよね、はい、これね、すごい。だ普通が何歳ぐらい、まあ、大体20歳そこそこじゃないですか。じゃあもうすごい 1.5 倍とか。そうですね、だからもう100人間で言ったら150歳ぐらいじゃないですか長老で、まあ、ちなみにね、はい、まあまあどこを引っ張ろうかなと思ったけど、前線馬、前線馬、はい、人間界にも前線馬っていっぱいいるじゃないですか。これスポーツでもいますよね。はい、常になんか5位、6位とかんです、うんうんうん。で、まあ、うちにね、まあ、学級委員なんだけども、はい、まあ、頭そこそこ、はい、運動能力そこそこと、あ、顔はまあまあいいかな、はいはい、でもまあまあまあがつくレベルですよ、はい、で、背はそこそこ高いですよ、はい、そこそこ、まあ、こんなやつがいたんだね、はい、竹村君っていうんだけど、竹村君、まあ、はい、まあまあ、ちょっとこの子はまた後々にもどっかで話したいなっていうか、はいはいはい、でもまあ楽器いいんだけど、本人は結構トップレベルと思ってるんですよ。ああ、自分のこと。そうです、はいはいはい、まあ勉強はまあまあ本当上、あ、でもまあそこそこかな、まあ女王の芸とか、はいはいはい、そのぐらいですか、まだトップレベルではないですね。だけど本人は、まあ、野球チーム、まあ、僕は小学校違いますけど、うん、キャプテンやってるとか、とにかくそういう中心になってるんで、はい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 、まあ勘違いが起きやすいんです僕から見たらそこそこなんはい、はい、でも、まあ、ある時に、まあ、運動会で、まあ、リレーってあるじゃないですか。ありますあります。もうこれってやっぱりもう花でしょ、はい、運動会の花じゃないですか、はい、もう最後学年対抗リレーって言ったらもう勝負がかかってますよね。まあ、これ選ばれるのが4人なんですよね。うん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 。で、まあ僕、これはね、クラスが違うやつ、はい、当時クラスが違うんで、まあその、後から仲良くなったやつに聞いたんですけど、はい、もう自分はもちろんその4人に組み込んで、はい、いろいろ中心になって、はいはいはい、まあ盛り上がってたんですよね。どうすると、あと3人と、ね、3人というか、まあ、俺とお前だろう、あと2人どうしよう、メンツどうしようってなってたんだけど、もうすでに4人決まっていたっていう。ああ、自分追っ払ってたんだ。そして泣いたっていう。
泣いた、はい、という前線マン竹村君のお話頑張っていただきたい、はい、ありがとうございました。翼チャンネル、チャンネル登録よろしくお願いします。